香港チャンネル。質問が来ております。はい、国際政治学者の増添陽一さんがですね、はい、三浦瑠麗氏に勝つということで、はい、彼女は一言で言うと不勉強の極み、もう国際政治学者を名乗るなとおっしゃってたんですが、これについてどう思いますかと。まあ国際政治学者の先駆者、先駆者なんですね。なんでしょう、増添さんは。そうですね。どっかの知事もやられてましたよね。やってありましたね。なんか公用車使って、なんかあのね、全部なんか買い物とかも、買い物とかね、温泉とか。ね、正義の味方にも一回。ああ、そうですね。これはなんかスペシャルの時、ね。来て、あんたが言うな、みたいなこと言うたわ、俺な。覚えてるわ。うん。と思うところでございますけども。ああ、同じ政治学者で、っていうところで。何が勉強不足な、その部分っていうのは。なんかね、これ記事によるとですね、はい、私が都知事を辞めた直後の話ですが、うん、テレビで彼女が私について、うん、介護や福祉を何も知らないみたいに言ってたのを見たんです。ああ、でその後たまたま番組で一緒になり私は彼女に対して、 あなたこの前私が社会保障のことを知らないようなことを言ってたけどそれちょっとおかしいんじゃないのと注意したことがあるんですよ、はいはいはい、で、まあ、あの頃はみんな私を叩けばよかった時でしょ、まあ、それに乗っかって彼女も私を非難したのでしょうが、案の定私が何をやってきてどういう業績を残したのか本人は知らないんですよっていう、なんかまあで、やっぱり学者ならもっと本を書かなきゃみたいなことをね。ああ、まあ結局学者ってそんなんやねんなとか思ってまうの。お前もうそこは、まあ、なんか自分へのなんかね、もうもう言えんかってええやんそこ。だからあのいやいや、あの三浦さんは三浦さんでなんかねセレブで、今、えらいことなってるやん、ね。旦那さんの会社に知見が入ってて、はい、ガサが入ってて。はい、だから今回こういうことが出たから、松添さんも言うてんねやな、はい。まあ、お互い様ちゃうのって思うわ、そこはね。今、松添さんの話っていうか、松添さんは怒る気持ちもわからんでもないわ。あの時叩きやがって。な。はい。まあまあ、そうですね。でも根に持ってたんでしょうね。俺、叩かれたからって言って、叩くっていうの。ないわな。うん。うん。思えん。俺ら報道あれやんねん。ほんまに。平和主義やな、結構。そうですね。うん。なんか別に恨み持って。そうですね、うん。これはあかんからって、その太陽光発電っていうね、東京都のね、屋根の上にも乗せるって言うてる知事がいてるやん。はいはい。うん。それはっていうのはどうなんかなって思うねん。どこで品物作ってんねん。うん。ほんだら人権問題や。人権問題をね、うん、これから東京都で建つ家の屋根に乗っけんのかと、はいはい、うん、そんなこと言うてほしいね、増添さんに。まあそうですね、うん、そういう社会保障とか福祉のことを知らんかったとか個人的に言われたことをね、うん、今言うんじゃなくて、うんうん、そういうことを言うて、いや推進すんのはええけども、うん、おそらエネルギー、再エネはええかもわからへんけども、うん、でも、再エネもええかもわからへんけども、人権問題は度外視かというところを言ってほしいわな。そうですね。ああ、で、本当にそんな東京の戸建てに全部必要なんかとかね。そうやろ、西尾とかでもマンションとかも建ってる中で、うん、はい、当たんのどんなんやねんと。いうところ。今回みたいに雪降ったらね、もう使い物になれへんっていう。そうそうそう、ほんで、ね、20年後、30年後にはそれゴミの山なんねんで。はい、うん。そういうことを、増添さんに言ってほしいな。そうですね。国際政治学者というねやったら、な、あ、そうです、やっぱり、その人権問題、ジェノサイドやねんからね。そうですね。かなりもう国際的な問題ですからね。そうそうそう。ほんで、そういうのとかでも、やっぱりね、アメリカとかは排除してんのに、TikTok とかでもせえやん。だけど、そんなをね、まあ、遊び飲んで使う部分やったらええかもわからんけども、東京とか、国が推進してるやん、はい。マイナンバーとか飲んでも。それを言うてほしいわな。うん、まあ、それさんには。ぜひとも。そうですね。うん、面白い人やと思うねんけどな。まあ、人としてはな。人としてはね。うん、そこ、じゃけど、もう、勉強不足だとかじゃなくて、もう、人は人っていうな。まあね、もうツイッターとか見てると、このニュースに関して、お前が言うな、みたいな、もうコメントばっかりですけどね。なあ、しゃけど、
俺思うけど、みんなハート強いな。ああ、まあそうですね。俺絶対無理。ああ、確かに、うん、ほんまに。あれだけ集大をね、世間にこう。もう無理無理。もう、見んようにするし、そういうこと。なんか嫌なことがね、自分のあれだったら。絶対お前が言うなってくるやん。はあ。ああ。はい。そうなんでございますので、でもこれから、マスエさん仕事増えんのかな。まあ一つポジションがね空いた思ってるかもわかんないしね。そうやろ、はい、朝まで生テレビ、ね、国際政治学者として、これからその三浦さんもね、どないしはんのかなとか思う。まあでもこの問題完全にクリアになるまではなかなか各局も使いづらいんじゃないですか。そうやろ、でもそのことに触れへんやん。まあまあそう、ね、使えへんだけで、はい、いやなんでやねんっていう、うん、結構な金額でかいで。10億円ですからね。うん。うん、そうやろ。はい。そのお金、ね。ほんで、怖いやろ。京都でそれが、なんか裁判あったやん。はいはい。それの弁護士が、弁護人がね、今問題になってる。あの宗教のね。そうね、うん。そうやろ。信者やねんよ、それ。はいはい。その人って普通、ちょっと外すやん。はい。普通の感覚が。はい、そこも関係あんのかな、もともとね、なんか関係あったんかなってね。だからそういうことを松江さんが突っ込んで言うてくれたように、過去の、過去の。過去の。そうやろ、はい。まあそんな感じでいいかな、と思うわ。高橋先生とライブやりますので、納得トーク第2弾というところで、高橋陽一、香港のああでもない、こうでもないというところ、去年、高橋先生と東京の方でやらせていただいた第2弾というところで、これは日にちはですね、2月の25日、でございます。もう今ここに出てると思います、ずっとね。会場は1時15分、開演1時半、そして3時までというところで、そして配信もあります。場所はザザハウスというところ。まあ、ちっちゃい劇場なんですけども、皆さんよろしくお願いしますと、チケット前売り3000円、当日3500円、配信は1800円でございます。配信の方は、ね、ファニーチケット問い合わせダイヤル、0570、550100でございます。10時から19時まで電話で問い合わせいただいて、そして問い合わせのね、本はこちらずっと出てるでしょう。よろしくお願いします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。